だろうな、うん、はい、22ウィーク目になりました。今週は体重減ったんですけど、最近の私の状態を見て圧倒的に元気なんですよ。本当にだからその出てないのに食べ続けるから一生溜まっていくじゃないですか。それが落ちた時に一気にストンって落ちるんですよ。まあそれはそうなんですけど、なので便秘が解消される生活習慣みたいなのを一回徹底しないと、ずっと腸内環境みたいなのが変わらないままなのかなって思ったので、それを意識するのを今後は心がけていきたいと思いました。これね、実は2ヶ月前ぐらいに健康診断に行ってて、その時の結果が返ってきて、お医者さんにいろいろ教えてもらったんですよ。この動画もそのうち上がるんですけど、お医者さんに腸内環境的にヨーグルト系とかが足りないから、そういうの食べてった方がいいよ、便秘ならみたいな言ってくださったので、で案の定めちゃくちゃ便秘で、この間とか本当に2週間ぐらい溜まってて、ヨーグルトを一生懸命取る生活をしたいと思います。乳酸菌、あと納豆とか水飲んだりとか、便秘解消に少しでも近づけるように頑張りたいと思いました。あと今週は散歩も結構できたと思うので、いい感じなのかなって思います。一気に全部やろうとしてもできないのが私なので、ちょっとずつ頑張っていこうと思います。ということで、また来週も頑張っていきましょう。てか6月もう終わっちゃうもんね。やばいね、本当に早っ、え、早っ。あと1週間で、ね、7月になるので、みんなもいっぱい頑張ってると思うんですけど、私もいっぱい頑張るのでいっぱい頑張りましょう。それではまた次のウィーク Vlog でお会いしましょう。バイバーイ。